I you like me too. We can take it slow, make sure we do this right。はい、パイテアチャンネルです。始まるよ、ふふみです。はい、やっとね、到着しました。はい、せせらぎ、今日はね、せせらぎオートキャンプ場に来てます。来てます。はい、でもね、実はね、魚ヶ滝キャンプ場、そこを狙ってきて、で、なんかネットで調べてたら、なんか古い情報には、その当日先着、当日受付で、まあ、早いもん中みたいな、行ったらまさかの満帆で入れませんっていう。そう、そうで、急遽そこから2キロ先にある、せせらぎキャンプ場に来ました。来ました。ということでね、なんとか無事キャンプできることになったから、一瞬焦ったな、ほんまな、あかんわ、もうこれもう帰らなあかんのちゃうかなと思ったけど、うん、というわけで、とりあえず到着したんで、今から設営していきたいと思います。とりあえずテントとタープの設営終わりました。でテントとタープの設営が終わったの、家族はみんな、川行っちゃったんで、その間に残り全部用意していこうかなと思ってます。暑い、とりあえず暑いです。ちょっとこまめに水分補給していかないと熱中症になるんで、ね、じゃあ残りちょっとサグッと用意していきます。とりあえず節電も終わったし、ちょっとご飯、昼ご飯、早めの昼ご飯食べて、そう、後からそう、ちょっとウォータースライダー、ウォータースライダーはやりに行けるから、天然のそれを、まあ、ちょっとやりに行こうかなと思うんで、その前にちょっと美味しいお昼ご飯食べて、元気になって、元気になって行きたいと思います。いける。じゃあ石焼きビビンバいただきます。うん、これはもうアロイアロイ。最近アロイアロイよう全然けど、タイ全然行ってないのに、タイに全然行ってないのにアロイアロイがよう出る。うまい。いただきます。
おいしい。うん。ま、おいしすぎる。ビビンバ大好きやもん。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ今から川行きますか。はい。川に行きますか。行きます。行きましょう。行きます。はい。今、魚ヶ岳キャンプ場にあの滝つぼに飛び込めるとこがあるんで、あのやりに来たんですけども、人が多すぎてちょっとあの今日はちょっとやめておきます。はい、はい、明日また朝一人の少ない時間帯な、ふーちゃん、はい、狙いに行ってチャレンジしましょう。はい、でということで一回あのキャンプ場の方に戻ります。久々の GoPro ですよ。はい。早速泳ぎに行きましょう。行きましょう。Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart.カメラ落としたら終わりや。はい、どうすか。だいぶ川歩いてきたけど、はい、めっちゃ自然のところ。すごいな、ほんまに。水も結構冷たくて綺麗やし、うん、なあ、どう、昆虫観察の方になんかすごいの見つけれた。うん、見切れた。 あのトンボ。トンボな、すごい緑のトンボって。見たことないトンボが綺麗かったな。でもこのやつです、でっかい魚刺されてた。人も少ないし、なんかあの個人的にはすごいおすすめのキャンプ場です。なんかあれやろ、オオサンショウウオもらったやろ。うん、そう、ね、少年からもらったオオサンショウウオにして。どれ見て、オオサンショウウオもらいました。これヤモリじゃね。うん、オオサンショウウオ。